クーニンズのエース川上がフォーム激変、まさかのあの投手になりました。この日今季29試合目の登板となる川上、ここまで140イニングを投げ、奪三振は174、先発した直近は4試合連続の2桁勝利中の川上。しかしこの日の川上はどこか様子が違いました。140キロのまっすぐで空振り三振を奪った川上、そのフォームをよく見てみるとショートアームを意識しているか、テイクバックが明らかに小さくなっている川上。今季140イニングを投げ、肩肘にも負担が来ている川上、省エネフォームに改良中です。そんな川上、フォアボールを許しますが、最後は変化球で空振り三振、幸先いいスタートを切ります。そしてショートアームにした新フォーム、スローで見るとこんな感じ。これについて川上は、すごい変わってる、ちょっとまだしっくりきてます、球速も出てるし、初実施もいい、すごいね。まだまだフォームが馴染んでない川上、2回の投球、変化球がややすっぽ抜ける、最後はサードゴロ、村瀬さばいてアウトを重ねる。初回よりも若干いつものダルビッシュさんのようなフォームに戻した川上、新フォームの模索が続きます。ちなみに川上が指カバーをしていないのは大谷選手の真似です。川上はその後もアウトを積み重ねていく、しかしながら自身の中ではいい感覚ではないそうです。違和感の中投げていく川上、バックも固い守り、ショートは圭介、そして追い込んでからはフォークボールに見逃し三振、しかしながらいつもの130キロフォークではない。5回8奪三振です。全然ダメなの、全然ダメなの、何がダメなの、いやでも最近落とす、最近落とす、最近落とす、ついてくださいめっちゃ上がった、これやばいのが避けたよ、めっちゃチェンジアップみたいな、110キロない、足音聞こえてきたから、それはそれで何これ、いい感じで、それはそれで嫌よ。そんな感覚的につかみきれていない川上、6回からはまたもや新フォームを試します。それがなんとサイドスロー、これは往年の名投手イムチャンヨン投手にクリソツではありませんか。ヤクルトのドラ1がヤクルトのレジェンドイムチャンヨン投手のフォームを完コピ、そしてフォークは130キロ台、このフォームだと速いフォークが投げれる。さらに川上、このフォームでフォークだけではありません、えぐかったのがこの球、まっすぐも強くなった、145キロ、レフトライナー、圭介がナイスバックアップを見せタッチアウト、球速が速くなり、さらに川上スライダーが鬼のように曲がっている、
サイドからのスライダー曲がり幅が上からよりもはるかに増している。打者がのけぞるこのキレ、追い込んだ川上。最後はまっすぐ、球速はなんと147キロ。サイドの方が早いんけ、しかもスライダーエグい。M ちゃんよえぐい、読んでますよ、最後。50いく、まあ、50、最後読んでますよ。読んでます。え、最後まっすぐ最後読んでます。ミノさんのやつえぐい、スライダーエグい。でも、こっから来た、ボール。こっからバッターの、こっから来たでしょ。つながないでしょ。見た。さらに、セットからの投球、スライダーがえげつない。まっすぐとフォークの強さそのままに、スライダーのキレが増した川上。最後は143キロ。この日も7回を3安打13奪三振で5試合連続の2桁奪三振となりました。川ちゃんやろ、お疲れさん。サイドスローから147キロエグかったよ。エグかったっすね。え、なんであんな急にサイドにしたの？え、なんか今日調子がいまいち良くなくて。そうなの。ホーム迷子になってたんですよ。だから入りシュンペーターで行って、強化が硬すぎて全部ダンクしてしまったから。あ、じゃあ、あれショートアームを意識してるっていうよりかは山下選手を意識してた。そうです。で、その後ちょっと違うなと思って、コバゴと何気なくキャッチボールしたんですよ。なんかサイドで投げてみようと思って、僕イムちゃんがめっちゃ好きやったんで、手先の感覚はあるから、それで、まあ、ストライクが取れたらこれ使えるなと思って、実際にマウンド上がって勇気を振り絞ってサイドで行ったんですよ。エグかったっす。いや、普通さ、あのリリース角度下げたら球速も下がるやん。はい、上がるってどういうことなの？分かんないっす。エグすぎやろ。合ってたっす。川ちゃんよりでも球種は投げれたん？今まで通りのやつは投げれました。投げれたよ、川ちゃんよ。今後はじゃあ川ちゃんで行くの？今後ちょっと川ちゃんや極めます。マジか。はい、すごいな。何でもできるな。あれはいいっすね。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。